12月の4日23時にまたロックスター公式が一つの、X ツイートを発表しました。でこれはロックスターゲームズの YouTube のチャンネルでプレミア公開と呼ばれる、まあ、動画が1本出ますよで予告されてますよと。でそこにもうみんながいいねとかできるとか、あとはまあ配信されるのを、チェックできるっていう状態になっています。これ URL ね、概要欄とかコメントのとかにも貼っておきますけれども、こういった画面になっていて、で、これは日本時間の12月5日23時に見れるようになります。まあ正確には多分ね23時1分とかね、そんぐらいになるかもしれないですけど、中はね一応見ることができます。で現時点では何もこれ、こうやってね進みません。ただいいねができるだけで、コメントはオフになってます。で、これまだハートとかねいろいろできるんですけど、これすんごいことに、まだまだねこれ解放されてないのに、3万人以上がずーっと見てるんですよ。まあまだかなまだかなみたいな感じでね、まあ、見てるとは思うんですけど、まあ、これがね、まあ23時間ちょっと後に、見れるようになりますので、これでねロックスターが新しい GTA の新作どんな内容なのか分かるっていうことになります。またこのトレーラーどれぐらいの長さの映像なのかっていうことなんですけど、これ実は調べる方法があるようで、なんとですね、これ中身が1分31秒の映像になっているともうね、分かっているようです。なので、1分31秒のうち、まあ最後の5秒ぐらいは、ロックスターのロゴとかが出て、で、対応のね、まあ、PS5 とか Xbox シリーズとかそういうのがポンポンポンってね最後出ると思うんですけど、まあ、それ抜いたとして、まあ、1分20秒間ぐらいは新しい新作の映像が出るのかなと。まあ、結構ね1分20秒って長い方だと思うんですよ。大型のアップデートの時とかは30秒ぐらいの映像とかを一時停止したりとか、または、まあ、止めてみたりとか拡大したりとかやってたと思うんですけれども、1分30秒って結構長いので、まあ、一体どんな内容になるのかですね。まあすごく楽しみです。で今ねどこからどうやって見るんですかと、トレーラーってどう何なんですかと、まあ結構コメントもポツポツありましたので、トレーラーっていうのは新しいゲームの、まあ、予告みたいな映像って意味です。でどこから見れるのっていうのはこの概要欄とかコメント欄にね URL 貼っておきますので、そちらから見れる、もしくはまあロックスターゲームスってね検索して、で一番最新のね、まあ、動画でここをね、見るようにしておけば、見れますので、まあぜひねこちらの方から、チェックしてみてください。というわけで、何かね、またね、進展があったり、プラスの情報があったら、お知らせしたいと思います。というわけで、12月の5日23時、ぜひ、このロックスター公式のトレーラー、皆さん見てみましょう。そして、その内容を見て、あれはこうじゃないか、これはこうじゃないかとか、いつ発売なんだとか、いろんなね、話をね、皆さんとしてみたいと思います。ご視聴どうもありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタン。よろしくお願いします。さらに1週間後は大型アップデートも待ってます。